HR8799 シートは地球から見てペガス座の方向に128.5光年離れた位置にある恒星 HR8799 を公転する太陽系外惑星である。惑星を直接撮影して発見された初めての太陽系外惑星の一つである。2010年4月14日に ヘール望遠鏡によって撮影された HR8799B、HR8799C、HR8799D のコロナグラフの画像。HR8799C は A 型主系列性の HR8799 の周辺を交点する4つの惑星の1つである。HR8799C は 同じく HR8799 を好転する HR8799B、HR8799D と共に2008年11月13日に存在が公表された。HR8799B は2004年7月14日から2008年9月18日までに WM 結ク天文台、ジェミニ天文台、 ハップル宇宙望遠鏡によって撮影された赤外線領域における画像から発見され、見かけの位置の移動から HR8799 の周回軌道に乗っていることが分かった。これは惑星そのものを直接撮影して発見された例としては初めてである。なお、2M1207 ビットは HR8799C 以前に 赤外線画像で直接撮影されているが、一般に惑星とはみなされていない。なおこの日は、可視光領域で初めて直接撮影して、発見されたフォーマルハート B も同時に発表されている。ただし、フォーマルハート B は、惑星の像ではないという説も出ている。HR8799 の惑星は、可視光では撮影されていない。また、 この時には HR8799E は見つかっていない。HR8799 に惑星が発見された後、HR8799 を撮影した古い画像の解析が進み、2009年10月6日には、1998年10月30日に、ハップル宇宙望遠鏡で撮影した画像中に、 HR8799B と HR8799D と共に映っていたことが分かっている。なおこの画像は同年4月1日に HR8799B が発見された画像である。HR8799C は HR8799 に属する惑星の中で2番目に遠い場所を公転する惑星である。 軌道長半径は論文によって2つの値があり、約57億 km、または64億2000万 km と、太陽系に置き換えると冥王星の光転軌道にほぼ等しい。この遠い軌道のため、HR8799C の光転周期は231.7年、または224.9年に達する。2013年現在発見されている。 太陽系外惑星の中で、光天軌道は HR8799C より遠いものは多くあるが、光天周期がわからないものが多く、太陽系外惑星の中ではヘビツカイザ11番、星 B の2000年、フォーマルハート B の872年、同じ星系内の HR8799B についで4番目に長い値である。離心率は、 ほとんど例であると推定されている。軌道要素のそれぞれの値は、中心性である HR8799 の質量の不確かさが影響している。HR8799B と HR8799C、HR8799D は、3惑星の間で4、2、1の軌道共鳴をしていると考えられている。 超大型望遠鏡 VLT で撮影された h r 八千8 7 9九 c のスペクトル線。h r 八千8 7 9九 c は、先日の通り主星である h r 八千8 7 9九よりかなり遠くに位置する。しかし、h r 八千8 7 9九が太陽の四点九二倍明るい恒星であり、また惑星系の生成年代が二千万年から五千万年と、 若いため、表面温度は約摂取820度と高い。この温度により、直接撮影されるきっかけとなった赤外線を放出しており、その高度は太陽の1万分の1程度を約7.7021ワットに達する。しかし、見かけの等級は HR8799 の10万分の1以下である。見かけには暗い赤色をしていると考えられている。 HR8799C は木星と比較して直径は1.2倍から1.3倍であるが質量は7倍から13倍もある。特に上限は褐色矮星の加減である13倍に達する。このため平均密度は 7.2g 毎立方センチメートルにもなる。HR8799C は h r 8 7 9 9系の惑星の 中で最も詳細な観測が行われている。これは HR8799C が HR8799 から約1.0秒角と十分離れており、なおかつ HR8799C の光が十分に強いからである。2010年には太陽系外惑星で HR8799C から放出されている光からスペクトル線が得られた。 これは惑星と確定している天体の中で、遠平などの間接的な方法ではなく直接、観測によって、スペクトル線を得た初めての事例である。また、2013年には大気蘇生が観測された。HR8799C の大気中には、水蒸気と一酸化炭素が含まれていることが分かっており、酸素と炭素の比率から、 HR8799 の惑星系の生成条件がわかる。原子惑星系円盤からガス惑星が生成される場合、固体のコアが形成された後にガスをまとって惑星が形成されるコア成長モデルと事故の重力で急激に収縮され生成される重力不安定モデルの二つが主に唱えられている。原子惑星系円盤が冷え、 氷が形成される時間が十分にあると、水分子の形成により、酸素が消費されるため、炭素に対して酸素が少なくなる。HR8799C の大気組成は、生成に時間がかかる、コア成長モデルを支持する結果となっている。また、HR8799 系を包む、大規模なゴミの円盤には一酸化炭素、メタン、および、 アンモニアとアセチレンのどちらかまたは両方が含まれており、大気の蘇生に関連する可能性がある。ゴミの蘇生は HR8799C の分光観測によって調べられた。ただし、HR8799 の円盤の蘇生は、HR8799 からの距離で大きく変わっていることがわかっている。ありがとうございます。